はい、速稼塾です。今回ね、生活保護を受給されている方が速稼塾に入塾されまして、そしてですね、頑張ってですね、売り上げを上げている例をちょっと紹介しようと思います。これは以前も何回かご紹介しました。そしてですね、この方はね、何をメインの商材にしているかというと、お弁当なんですよね。で、普段家の中で作られる、まあ、ご飯がありますよね。あれをですね、少しずつ周りの人にお勧めしていっていただいて、で、少しずつ、まあ、ある時はサンドイッチ、ある時は普通のお弁当、ある時はおにぎり、ある時はジュースみたいな試行錯誤をされまして、だいたいメニューが固まってきて、今ね、その固まったメニューのオーダーが増えてるっていうところを、今月の数字を届けてくださったんですよね。で、それをちょっとね、読み上げていこうかと思います。参考になるかと思うんですよね。で、4月の第1週は1日から3日までだったんですけども、500円のお弁当が8個売れたそうです。で、1000円のお弁当が4個売れてるんですよね。で、それぞれ4000円ずつなんで、合計8000円いただいたということでございました。で、2週間目は4日から10日になりますけども、同じように2つの商品で1万4000円ちょっと売り上げ上がったんですよね。で、さらに売り上げ増えて、弁当を食べてる人が他の方をね、口コミで、出してくださったそうなんですよ。3週間目は、わずかに増えて1万5000円になったそうです。だから1000円先週比で増えたんですよね。で、もちろん契約を解除する方とか新たに申し込まれる方の上下はありますけども、4週目なんですけども、18から24の週だから、これも今数字が完了して、いるところですけども、2万円の売り上げになったそうですね。扱う商品は500円の商品が22個ね、作るのも大変でしょこれで、1000円のが9個売れてるらしいですね。で、5週間目なんですよ。5週間目はもうお届けしたお弁当もあれば、これから届けるお弁当もあるそうなんですけども、すでに契約と入金は終わってるそうです。これがですね、なんと3万円を超えてですね、3万500円になってます。まあ、ゴールデンウィークとか巣ごもり需要もあるんですよね、きっとね。この外出を控える時期に感染症のことでね、お家で食べましょうみたいなところとか、そういうのが受けてるんじゃないかなと思います。お弁当を食べるケースが増えたんじゃないかなっていうところですよね。まあ、それをいろいろと相談をいただきながら、お弁当に特化していきましょうということで決めました。で、サンドイッチよりもね、どちらかというとお弁当の方がね、いいみたいですね。で、お弁当はケースを使って、なんですかね、使い捨てのケースを使う例と、お弁当箱をお預かりしてやってる例があるそうなんですよ。かなり信頼されてると思います。本当にね、この半年間、多分半年ぐらいやってると思うんですけども、半年弱かな、5ヶ月ぐらいやってると思うんですけども、速稼塾に入塾して自分は何もできませんっていうところからいろいろ聞き取りをすると、お弁当は好きで作ってるんですよみたいなところがあったんでね、まあ、それをちょっとヒントにですね、やらせてもらいました。で、合計4月の入金済み売上ですけども、これ事前入金ですから8万7500円ということでございました。で、この方は徹底的に匿名を貫き通しらしいです。それはね、事情わかるんですよ。この売上が上がったことがね、わかると、なんか生活保護費削られちゃうわけでしょ。だからその辺もあると思いますんで、私は報告を受けたまんまこうやってね、お知らせします。実際その方がどうやってるのか私はね、詮索しません。あまり詮索しすぎると、もしかしたらポロッと出ちゃってね、その方が匿名というものが守れなくなっちゃう可能性がありますんで、私はその方のメールアドレスと家族構成ぐらいしか分かりません。ですんで、今回ね、おそらくこういう発表をすると、8万円も9万円も稼いだらね、それは生活保護じゃなくなってくるよと、返さないといけないんじゃないのみたいなことを言う方がいると思いますけども、だからそれだとね、全然抜け出せないんで、私はね、まあ、あえてここは報告をいただいたままお知らせすることによってね、その裏付けをわざと取らずに言おうと思うんですよ。もちろん不正に加担するといえばそうなるかもしれませんけども、まあ、今回ね、どうしても生活保護から抜け出していただくために、稼いだ分だけ取られちゃうってことではダメだと思うんですよね。ですんで、それをちょっと打ち破るためにもね、こんな放送になってしまいましたけども、今生活保護を受け取っている金額プラス87,500円、もちろんこの87,500円には仕入れ代金もありますんで、全部が利益じゃないですよ。それから手間もかかってますしね、あんまり高い報酬あらりにはならないと思いますんで、これはちょっとね、受け取っていただきたいかなと思います。ここまでやって入金が変わらない、生活が変わらないっていうんじゃなかなかね。ただお弁当を作ることによって、すごくいい人の縁が広がったとは言ってます。仕入れ業者さんとの関係とかね、仕入れに行くスーパーとの関係、それからお弁当を食べてくださる方への関係、ものすごく世界が広がって、ビジネスを通じて人間関係が広がるって、こういうことなんですねっていうふうに
最後の文章の最後に締められておりました。で、私はね、今回注文前入金なんですけども、前入金も現金ではなくって、まあいろいろと決済手段今ありますんでね、それを選択としてお知らせしたことまではお話しさせてもらいます。どんな選択肢でその方が決済を用いているのか私も聞いておりません聞かないようにしております。で、今回の動画の最後に付け加えておきますけども、じゃあお弁当のメニューでね、人気のあるものは何、必ず入れるものは何ってことで聞いてみたら、こういうふうに答えてくださいました。5つのおかずを入れてるそうです。5つっていうのはすごいですね。コンビニ弁当以上だと思いますよ。まずは卵焼きは必ず入れるそうです。次は日替わりで鶏の唐揚げ、サバの塩焼き、もしくはサバのみりん風焼きですよね。それから鮭、塩鮭ですよね。で、トンテキ、豚の肉ですよね。そして肉団子、これを入れ替わり立ち替わりしてるらしいです。で、お弁当に変化を持たせてるらしいですね。で、あとは定番でほうれん草のごま和えを必ず入れてると、シューマイ1個を必ず入れてると、それから人参スティックとプチトマトを混ぜ合わせてマヨネーズをちょっとつけて入れてるそうです。だから彩りもとってもよくって、黄色、赤、緑というふうにね、茶色もあるし、こうバラエティに富んでいて、それでご飯が白ビシッと備わってるという感じです。多分ね、これね、画像を送っていただいてないんですけども、想像するにとっても鮮やかなお弁当で、見た目にわあすごいお弁当だ、美味しそうってなってると思います。で、それを食べてるのを見る横の方が自分も欲しいなっていう形でね、小さな事業所とかで最初は一人の方に食べてもらった例とかをお話しくださったんですけども、そのお弁当を見て、あ、いいねと、それ注文なのっていう形でその方も注文してくださって、結局事業所のみんなが取ってくれるようになったと。まあ5人ぐらいの事業所なんで、全員って言ってもね、5個ぐらいしか発注が上がらないんですけども、そういった形で続けていれば広がっていくっていうことを、まあ、証明してくれたのかなと思いますね。そういった形で一番最初のオーダーをしてくださった方の周りの方がプラスでオーダーしてくださった、要するに商品をお弁当を食べてること自体が宣伝になって広がっていったってことらしいんですよ。とてもいいんじゃないですか。で、あとは商品群を2つに限ったってところも良かったですね。ちなみに5週目なんですけども、ゴールデンウィークに入って特別なオードブルってのも進めてみたらしいんですよ。4月の半ばからゴールデンウィークにオードブルやってみようと思うんだ、3000ぐらいでみたいなことを購入いただいた方にね、お知らせしてたらしいんですよ。なんか紙でも入れたんですよね、きっとね、広告代わりに。まあ、そうするとその3000円のオードブルが4個オーダーがかかって、お弁当そのものは数量変わってないんですけども、オードブルがプラス1万2000円、4個ですからね、それが上に乗っかってきて3万円突破っていう実績を作ったらしいんですよ。ということでね、商売はこういうふうにみんなが休んでる時に忙しいっていう原則を生かしてですね、ゴールデンウィークに入るからちょっと特別なお弁当を1個作ってみようかな、オードブルにしてみようかなっていうので売り上げが増えたということでございます。きっとですね、5月の前半も 1,2,3,4,5 もオードブルやると思いますので、結構売れるんじゃないですかね、これね。あとなんかこう難しくなければお寿司関係やってみたら、ちらし寿司とかどうみたいなこともお話ししてみたんですけども、やるかどうかはちょっと考えてるそうです。ということで今回はですね、生活保護の方がプラスアルファで 87,500円の売り上げを作った、しかもこれは半年前は数千円だった、確かね4000円ぐらいからスタートしてるんですよ。そっからスタートして徐々に上がっていったってことの、何回目のお知らせかな、うん、まあ半年を前にしてね、これだけの大きな金額稼いだことをお知らせできるのは私としても喜びです。半年ぐらい前に特別定額給付金の動画を出すようになってですね、そこに、動画を見て生活保護の方がいらっしゃってですね、速化塾に入塾したいんだけどってことでご相談いただいて、まあ私もね、いろいろとコミュニケーションを取る中で、特別定額給付金10万円待っていてもしょうがないんで、こっちから10万円ぐらいだったら稼ぎに行きませんかっていうところに、で、私できるところが特にないんですよって、この年齢になったんだけども特別な技能ってないんですっていう中で聞き取る中で、自炊とかお弁当っていうのは結構好きでやってますってことだったんで、それをやっていきましょうってことで商品化したってことですよね。で、販売経路も本当近所の方だけなんですよね。でもうまいこと売れてるみたいです。ちなみに私と同じぐらいの時間に起きてるらしいんで、お弁当作るために2時とか3時に起床されてるんじゃないですか。で、6時とか7時に、まあ、お届けに上がって、もしくは取りに来ていただいて、でから あれですよね、午前中には次の日の食材の仕入れとか、あと食器とかの洗いとかをするんじゃないかなと思います。で、あと午後は勉強したりとかね、いろんなお弁当見に行ったりとかするみたいですけどね、またレポートできるといいなと思っております。
ありがとうございました。完全匿名なんで何もお知らせすることができません。質問にも受けられませんけども、私の答えれるものっていうのはあんまりないですけども、それでもよろしかったらお答えしますんで、ご質問がある方はメールアドレスからねお問い合わせください。それではこれからもどんなところからでも何かで突破していく方法を私と一緒に探していきましょう。いってらっしゃい。